眠り狂死郎、もちろん本名ではない。転び果て連が女を犯して儲けさせた宿命の子であった。その母が黒みさの儀式の生贄となって自らの命を絶ってから13年の歳月が流れていた。綱吉が制定した希代の悪法生類憐れみの令が撤廃されてすでに久し、だが一部権力者や豪商の間にはその悪兵が依然として根強く残っていたのである。大の男は二人もお供につきあがって途方もねえ茶番だ。どこの犬様だ。大奥の御殿医村屋純道様さ、何しろ法院の蔵を授かってるんだ。お大臣の旗本なんだ、泳ぎもつかねえ。どうりで犬までそっくり返ってやる。仕上げ劉少司、名は眠り狂死郎。神経が極度に麻痺している。普通では考えられぬことだ。アヘンだ。アヘンを少量ずつ投与すればこの症状を定説とされている。手術の際の麻酔薬として最近アヘンが用いられ始めたが、何分にも効果であるためにごく一部に限られている。あ、小指、小指、本当お弓の手手親、山城屋彦兵衛でございます。お弓さんとやらだいぶひどく怯えているようだが。はい、姉と二人2年ほど前大奥に上がらせましたところ、半年ぐらい前より様子がおかしくなり、この頃はあらぬことを口走るゆえひとまず宿下がりをするようにとのお達しがありましたので迎えに参りましたところ、一足違いに行き違いまして、私にもどうにも合点が参りません。丈夫一方の子だっただけに、まるで狐につままれたような思いで。ともあれじっと静かに寝かせておくことだ。はい、いずれ改めてご挨拶に上がらせていただきます。さあお弓、うちに帰ろうな。さあ。いや、法剣の音まで。何を言ってるんだ。さあうちに帰ろうな。何を考えている。あの犬、確かにお弓をめがけて襲った。うん、犬特有の勘と収穫、娘と犬の間には何らかの関わり合いがあったと見るべきだな。あのお侍様に一度は助けていただいたのに、親がついていながらむざむざこんなことに。
金でございます。妹をお助けくださいましたよし、ありがとう存じます。助けたのではなく殺したのかもしれん。私が医者のところへ連れて行かなければ死なずに済んだであろう。妹子の大奥でのお役は私と同じお楽の方様好きのまかない方を務めておりました。ところが一月ほど前から具合が悪くなりまして、ちょうど正之助気味のお加減が悪くなったのと同じ頃でございました。同じ症状か。そなた、室谷純道の犬を見たことがあるか。若君をご診察の折、お広敷で。綾乃、今、大奥からすぐ戻るようにとのお使いがあった。どうやら正之助君のご容体がだいぶお悪いようじゃ。では、これで。眠り様。なぜお弓は殺されたのでございます。生まれてこの方、何一つ悪いこともしなかったお弓がどうしてあんなむごい目に。大奥になんぞ上がらせなければ死なずに済んだもの。大奥は将軍の正室側室を上にいただき、1000人を超す全くの女だけの世界であった。自由に出入りできる男性は将軍と御殿医室谷純道ただ2人だけである。御殿医様、お方様には先ほどよりまだお見えにはならぬかとおいたわしいほどのご心痛にございます。お越しにございます。待ちかねておりました。将軍家斉は正室のほかに20人を超す側室を持ち、お楽の方もその一人であったが、つい先頃彼女の産んだ正之助が12代将軍と定まり、その瞬間大奥におけるお楽の方の地位はたちまち他の側室を圧してのし上がった。お見立てのほどは。やはり尋常な病ではない。尋常な病ではないとおっしゃいますと。神経が異常に高ぶっている。思い当たることがあるのか。はい、ここ数日毎夜のようにお化けがと叫びながらあらぬ方を指さし、全身を震わせていくらおなだめしてもそれが四半時ぐらい続くのでございます。その後はぐったりと気を失ったようにお休みになるのですが、全身冷や汗でまるで水を浴びになったようでございます。なんとかお鎮めするお薬はないものでしょうか。いや、原因がわからぬことにはうかつな薬を信ぜることはできん。何か原因について察せられることはないのか。あ、そなたどうじゃ。皆目察しはつきませぬ。朝から夜中まで、いえ一晩中おそばにつききりで、一切のお世話をなさっている綾乃殿が気がつかぬとあっては私には到底。お方様、
今しばらく様子を見守るよりほかありますまい。私も正之助の怯える様を見ては矢も盾もならず、昨日部屋替えを願い出ましたところ、上様より幽霊ごときに怯えるようでは将軍として天下を滑るなど思いもよらぬと一言で退けられて。ごもっともなご見識。しかしはっきり申し上げてご病状は容易ならん。万に一つも脳を侵されると手の施しようがない。ま、心してご看病を遊ばすように。お弓といい和子といい、一体どうしたというのであろう。眠り京四郎殿とお見受けする。石州浪人及川良範と申す。噂に高い円月殺法を打ち破る修正の念願を果たすため江戸に参った。お久しゅうございます。二時もお待ちじゃった。何用で参られた。眠り、そんな口の利きようはなかろう。お前さんには人間の心が通じんのか。お前さんと苦労した一心、矢も盾もたまらずここへ来た美穂代さんの切ない心根を察してやれんのか。そなたとはもはや別の世界に住んでいる。美穂代は御四郎様の妻です。私は生涯妻を持たぬと決めた人間だ。確実にアヘンだ。大奥にアヘンが持ち込まれているに相違ない。それはそうと、昨日お主を待っている間に美穂代さんに会ったが、だいぶ静寂がひどいな。まあ、いつだやの切り傷のせいか、それともお主への切ない思いか、どちらが原因にせよあのままでは待ちまうぞ。Damn!
ただいまお取り込みの最中だ。大師先生は叱るべき方の添え状のない者には一切お目にかからん。そのお取り込みについて申し入れた意義があって参上した。何、先生に何と申し入れるのだ。それは先生直々に申し上げる。石州浪人及川良範、何とぞお見知りおきを。わし直々に話があるとか。手短に申し上げる。薬箱奪還の役お任せ願いたい。何、もとより先生のためばかりではない。それを理由に眠り教師郎と立ち会いたいためにほかなりません。よし、見事切ったら金500両。断る。金ではない。及川良範教師郎を切ることに生涯をかけてきたのだ。誰が来たのじゃ。面白いやつが舞い込んできましてな。面白いやつ。自ら薬箱奪還の役を買って出た。今さら取り返したところで、育とかいう乱ぽいのところに持ち込んだら何の役にも立たぬではないか。いや、そいつの真の目的は眠り教師郎を切ることにあるのだ。うまく運べば手を濡らさずに教師郎を消せる。そうなってくれれば言うことはないが。そんな野郎の話よりもお方様。この子がお世継ぎになるもならぬ、そなたのさじ加減一つにかかっているのじゃ。せいてはならん。まず邪魔を取り除いてな。あの女は確かお楽好きの女中。なぜ見逃したのじゃ。見逃しはせん。ことを運ぶには時と場所を選ばねばならん。どなた？では下手人が分からぬというのか。検死の役人衆が被災にお調べになりましたが、皆目手がかりはなかったよしにございます。でも湯を飲んで死んでいたところを見ると、人手にかかったことは間違いございます。綾乃、もうよい。せめて楓を手厚く家族の者に下げ渡してやるよう頼みますぞ。眠り殿のご妻女かな。さようでございます。お留守か。はい。どなた様でございましょうか。及川良範と言っても、おそらく眠り殿のご記憶には残ってはいまいが、その薬箱を返してもらいに来たのだが、お留守とあれば。何とぞお持ち帰りくださいませ。どこぞに捨てるように使っておりますゆえ。いや、ありていに申せば、薬箱は二の次、眠り殿とお手合わせする口実に過ぎんのだ。ではごめん。アヘンだけは焼却いたした。今日こそ
望みを果たさずにはおかん。円月殺法打ち破ってみせるぞ。ご苦労様。どうしたの？いえ。私を守ってくれるのはそなたたち二人きりになってしまった。しかも正之助は日に日に弱ってゆく。このままでは気が狂いそうじゃ。お方様、人一倍しっかり者の綾乃殿がおります。どうぞお気を強くお持ち遊ばして。私もそう思いたい。でもたった二人では恐ろしゅうてならぬ。誰ぞ力になってくれる者が欲しい。綾乃、心当たりはないか？ただ一人の心当たりは美穂代さんでございます。美穂代？ああ、あの娘ならよう覚えている。そなたにも劣らぬ気丈者、即刻呼び寄せるのじゃ。でも今美穂代さんはお体の具合が悪い。そこを何とか頼み込んで、私の一生のお願いじゃと言うてな。頼む。
をはじめお楽の方様好きの者ばかりが相次いで殺され、お方様はご小心のあまり半病人同然でございます。それに正之助君も日増しにご病状が悪くなると、私と牛間殿とでは心細くて居ても立ってもおられませぬ。ご迷惑は承知の上、何とぞ美保代様のお力をお貸しいただきたい一心からこうやってお願いにあったのでございます。お願いでございます、眠り様から美保代様にお話しくださいまし。断る。私はこの数日来頭が重くめまいが続いており、今は美保代様だけが唯一の頼みの綱でございます。美保代もアヘンの生贄になれというのか。そなたの体の変調が何よりの証拠だ。お引き取り願おう。確たる証拠もなくご老中に訴え出ても到底お取り上げにはなるまい。お方様、今となってはそれ以外に道はございませぬ。ご老中の職権を持って大奥を徹底的にお調べいただけば必ず確証が上がるに相違ございません。ご老中に何を訴え出るつもりじゃった。確かに大奥にアヘンが持ち込まれております。和子様も妹由美もその生贄になったに相違ございません。言うな、即刻切り捨て。待て、その女はすでに我らの手中にある。この女を殺したとて京四郎を野放しにすれば我らの破滅につながることを忘れるな。とはいえ、みすみす、この女を殺すより京四郎を一刻も早く消さねばならん。あ、美保代さん、一時ほど前綾乃さんというお方があんたにぜひ会いたいと言ってきたぞ。それで、うん、眠りが追い返してしまった。せめて私の戻るまでなぜ待たしてはくださいませぬ。綾乃さんがわざわざ私に頼みに来るのはよくよくのことでございます。それを連れなく追い返すとは。大奥の醜さ、誰よりも身に染みているはずだ。でもその渦の中に巻き込まれている綾乃さんから助けを求められて放っとくことはできません。愚かな。何とおっしゃられようと私は参ります。あえて止めはせぬ。もっと打ちのめせ。苦しめてなぶり殺しにしてやるのじゃ。
龍翔寺へ帰れ。和尚のそばから離れるな。行次郎様は。山城屋でございます。山城屋。はい、夜分でございますが、かねてお方様よりのご注文の打ち掛け持参つかまつりました。よし、通れ。ありがとう存じます。さ、種類は申し訳ございません。帰れ。綾乃、長持ちで運び入れたのは何じゃ。存じません。まだ白を切る気か。待て、何よりも先に長持ちに入っていた者の正体を突き止めることだ。お庭番の手だれをすぐ。はい。今一つ御島にすぐ。一体長持ちには誰が。ひょっとすると眠り京四郎。眠り。眠りか。
お島殿、まだお薬湯を差し上げる刻限ではありませぬ。それは存じているが、ひどくお苦しみのご様子ゆえ。お待ちください。召し上がり物とお薬は私のほかは一切。はて、聞き捨てならぬ。このお薬湯が不審であるとでも言うのか。不審のない証拠に毒味をしていただこう。どうした。愉快な女には過ぎた腕だ。眠り様、ありがとうございました。京四郎殿とやら、その方のおかげで正之助は何とお礼を申したらよいか。礼には及ばん。大奥から出る手配をしていただこう。出てきおった。まさに不死身じゃな、あの男。というお寺があると聞いておりますが。ある。東慶寺と申せば、不幸せな女子たちをかくまう駆け込み寺とか。あんたまさか。美穂代は所詮京四郎様のおそばにはいられぬ女なのでございます。切ない慕情に苦しむよりも、浮世を離れた二僧たちと共に暮らした方が心身共に休まるかもしれんな。大奥に根を張った
おどろおどろしい女の執念の醜さ、それが京四郎の心に言いようのない憤りと虚しさを投影した。一輪の林道は母の愛した花であった。京四郎のまぶたには母の面影が。さらに美穂代の姿が鮮やかに浮かび上がった。再び去ってしまった美穂代だが、京四郎は美穂代と結ぶ心の糸が切ろうとして断ち切れぬことをまざまざと感じ止めていたのである。孤独な影が行く。